用のやつも売ってました。あとでみんなとお買い物します。こちらでございました。やばい、もう雰囲気がやばい。スタンプで隠れてるかもしれませんが、ワンです。ワンです。イソメン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 。余韻に浸り中ですか？あ、そうですね、ちょっと余韻に浸ってます。まあ、演出もろもろ踏まえて、いや、すごいなっていうのはありますね。いや、僕たちもそれをしたい。いや、なんなら真似をする。いや、真似は良くない。真似良くない。じゃあちょっとサンプリングをする。はい、サンプリング案が今日出ました。はい、サンプリングという必殺技ですか？必殺です。グッズも僕が買いました。グレーゾーンですよね。多分全員買ったバラバラやった。あ、僕ボディ。てかさ、なんかさ、袋にさ、ワンのあの、なんていうの、あの、ロゴじゃないけど、あれ入ってるのも入ってない。はーい、イソメン。はい、ベガース。行くない、行くない、行くない。すごーい。 あれが俺の家。やばい。ね、夢なっていう夢な。いつかいつでもおいでっていう夢な。あ、ちょっとあの入るのにね、ちょっと厳しいです。イソメン。街を映してます。おい、頼みました。あ、見せよ。めっちゃ嫌やった。めっちゃ嫌や。めっちゃ嫌。ちょっとなんかそのかぶれてる感じめちゃ嫌。はい、さっき選べるみたいなやつがあったんですけど、うんうん、基本的には中華屋さん的な。メインはそうね。でして、まあ、多分個性が出ると思います。なんか渋谷の、ミラシアパークに日本店ができたみたいな。へえおめでとうございます。ゼロ距離で飲んでください。お願いします。イソメンメン。じゃあグレから。チョイス。グレが選んだチョイスは。This choice。いやいや、それめっちゃ。めっちゃ腹立つ。あ、なんかさ、しかもさ、ちょっと健康に気遣ってブロッコリーとか入れてる感じ嫌やわ。あ、まあ茶色ない。え？もうちょいなんか色鮮やかにしようかなと思ったけど、多少緑欲しいよね。まあそうですね。なんかこのそうアメリカって結構さ、ピーフォー肉、うんうんうん、結構ね、肉食べてるよね。ポテトとかも食べてる。ピザとか食って健康的ではない。うん、そうね。私はそれ野菜が健康志向なんで、彼そうよ。じゃあ私行きます。キイちゃん。そんな健康志向の彼の後茶色。はい、全部茶色。え、嘘や、茶色茶色。だってオレンジチキン、オレンジチキン、オレンジチキン。ちょっと茶色茶色やね、これ。オレンジチキンって。で、ただ、このさ、オレンジチキン、みかん。いや、普通に、そうちゃん、たぶん。でも、分かれへんね。これも、春巻きなんですけど、スプリングロールっていうのがあって。へぇ。ちゃんと聞いたらさ、春も、あれかなと思うやんか。なんか多分、オレンジって言ってるけど、オレンジじゃない気もしてる。あ、もしかしたらオレンジかもしれないけど、名前だけかも、感じです。まあ、普通に量やばいよ、多いです。確かにね。はい、じゃあ次、青。オープン。じゃじゃーん。あー、もう行きそうやで、それ。グリッと、じゃじゃーん。え、すごくない？でも、色鮮やかな、一番。え、一緒じゃん。俺と一緒。確かに。見たな、なんか似てるな。え、まあ、ここもじゃあ、サイ入ってますよね。一番健康的な。ありがとう。野菜やね。あ、いいよ。うん、僕ね。せーので、じゃーん。あ、全然違う。ちょうだいや、じゃん。嫌やわ。全部ちょうだいや。でもさ、嫌やわ。効果はありやんね。まあそれはね、ここの醍醐味やろ。ね、いろんなことあげる。でもさ、これさ、年齢的にはさ、多分ね、中ぐらいのサイズやん。うん。もう一個なんか3種類プラス1種類みたいな。あったあった。これで、あれやから私コストもさ、あのちゃんと完食できるっていうのが心配やもん。アメリカ企画は違うな。うん、すごい。 AP しないな。 AP しようとしてる。では、サイズ違いのドリンクに乾杯。乾杯。
イソメン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 ヤッホーヤッホー、ボーマーケットめちゃくちゃでかいにやってまいりました。まあでもその中でもなんか系列店らしいんですけど、なんかその中でもちっちゃいみたいで普通に大きい。いやでかすぎし、食べ物めっちゃ可愛い。なんかちょっとコストコと似てるような。え、見せていい？全然外に回してもいい。いやすごい大きい、甘そう。いっぱい売ってるので、まあ、ここでいろんな食べ物を見ながら夜ご飯など調達していきます。はい、ポーズ、カシャー。手隠れるやん、ここに書いてあった顔を隠してます。あ、待って待って待って、でもはい、見てください、皆さん、いい、皆さん見てください、これね、アンブッシュって書いてますね。アンブッシュ、アンブッシュ、アンブッシュ、バンバン。イソメン、とりあえず、はい、私たちはチェックインしていきましょう。はい、バーイ、イエーイ。ベガスのとこの昼ご飯です。ベガスの最後のベガスの、ベガスの、ベガスサイト、アメリカサイト。カメラ映っちゃう。てかやばいのがさ、これ外ですよ。飛行機見ながら飯食えるっていう。まあね、今薄くはね、でもカメラ越しでも見えますよ。あ、そう、うん、そう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 、遠くは全然見える。やばい、もう寂しい。ベガス帰ってたのなんかポテト頼んだつもりやったらしいけど、うん、頼めてないから、うん、カツアゲされたし。いや、だからバーガーの中に何入ってるかも書いてあって、センチフライドだけでなくてオニオリングで書いてあって、うん、いや、違う、オニオリングついてくると思って知る概念やから、うん、オニオンリングバーガーやねんな。あとは回せなかった。サイドメニューではない。じゃあアメリカイソメンメン。どうしたらいい？マジで、あの、泣くにも泣けない。とりあえずまあ切り替えて行こうじゃないかという感じで、はい、もう頑張ろう。とりあえず頑張ろう。生きてるだけで幸せ。ありがとう。チャーリーなかったです、ロスにも。どういうこと？だから、はい、青の仮面を塗りつぶし、あ、逆や、ピンクの仮面を塗りつぶします。なんでですか？
そんなちょっと前の動画見てもらったら分かります。大トラブルです。奇跡的すぎて。いやでもほんまになんかもろもろ揃ったよな。でもなんやかんやでハプニングありまくりやけど、なんやかんや乗り越えてる。そうやし、明日も出れそうで。あ、まだであんた、うん、いっちゃいっちゃえ。はーい、イソメン。やばい、ここのやばい、荷物めっちゃつてや、恥ずかしい。取り始めてから気づいた。私のメーカーだけ。次右です。あ、お菓子持ってくるの忘れた。あ、お前あ、ヨーグルト忘れた。お前ビフジャーキー持ってきた。あ、お前、あ、スヌープドッグのスナップ。いらんやつ。いらんやつ。スヌープドッグスナック菓子。なんつうのよ。あれ一番。めちゃめちゃ食べたいな。え、みんな何忘れた？え、お菓子。お菓子、うん、え、グレは？俺ビーフジャーキー忘れた。あ、勝てたそんな昨日。俺スヌープドッグのあれで。一番いらん。一番いらんとこ絶対言うな。リハの時もあったやんな。そう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 、その、それ。あれ、雲？なんか川みたいなやつ。うん、ガワと思ってた。スパイダーやん。スパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーマン。今日のさ、あのフェスってさ、屋台どれめっちゃあるのかな、屋台。どういう感じだ、飲み物いっぱいあるみたいな感じ。いや、普通になんかあれ食べ物見た感じ あったで。その前回と今年は違うかもしれない。なあれ見た。あのさ、ぐるぐる巻いてるポテト。はい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 、最高やだろ。私たち今日じゃないか、アメリカで毎日ポテト食べてる。ほんまにポテトとポテチ食べてるから。イベントに多分太っていってるんで、はい、あの皆さんそれ気づくか気づかないかはちょっとあれですけど。しょうないよな。あ、見てこういうのがあるよ。最高。これちょっとあのライジングジャパンのインスタを見てるんですけど、やばい、うわぁ、ロコモコみたいな。いやでも焼きそばやん。待って、焼きそば、たこ焼きとかあるんかな。たこ焼きよ、どこ。出てそうやな。もう着くぞと。よっさー、イエーイ。もうあと5分切りましたよ。うーん、何ですか。嫌やっていうのはあれね、終わっちゃうのがってことね。そう、続いてパフォーマンスのとか楽しみないけど、もうやったらもう帰らなかったんや。そうね、まあ、帰っても楽しみはたくさん待ってるんですけど、まあ、みんなが待ってるからね。じゃあさ、俺さ、1個言いたいね。昨日からさ、ずっとこれすんねん。何がだるいかって、部屋2人でもこの通りするからな。バリだるいねんって。もう着くよ。着く。これクイーンって曲がってまっすぐピューンいったら着きますよ。あー、マジかよ。いやー、つい来ました。羽田に行くのじゃないけど、あさってファミなので。明日か。あさってやね。めっちゃ嫌やん。あ、